はい、じゃあ次のお便りご紹介します。すこやかネームパパくんさんからいただいたお便りです。ありがとうございます。すこやさんとアンジュさんで、めんどくさい彼女とそれをなだめる彼氏やってくださいとのお便りをいただきました。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。いいの好きなんですか？どっちも好きですね。あ、でもなだめる彼氏はでも今まであんまりしたことないかな。どっちやりたいですか？どっちもやったことあるんだよな。スコヤは。じゃ あどうしようかな。じゃあ彼氏やってみようかな。あ、わかりました。いや、アンジュさんの彼女になりたい人たちから今度刺されるかもしれない。夜道に気をつけます。いない。絶対いるよ。絶対いる。いやいや。おい、大きくなる。わかりました。はい。じゃあスコヤがめんどくさい彼女やります。はい。はい。ご準備よろしいですか？まあ任せて。はい。それではお薬処方いたしまーす。ねえアンジュ、何？あのさ、なんで今日も飲み会行くの？いや、ちょっと約束あってさ。約束って先週も言ってたじゃん。いや、もうちょっと付き合いだから仕方ないんだよね。付き合いってそりゃ女の人も来るんでしょ？まあでも全然そういうんじゃないから、そういうんじゃないって何？そういうつもりアンジュにはなくたって向こうにあるかもしんないじゃん。いや、でも全然向こうになんか全然絶対興味ないよ。興味ないわけないじゃん。アンジュそんなにかっこいいのにさ。絶対みんな分かってるよ、アンジュのこと。アンジュのこと狙ってる人いっぱいいるよ。少し知ってるもん。いないって本当に。もうだからもうちょっと飲んで帰ってくるだけだしね。多分すぐ帰るよ。ちょっと飲んでって、そのちょっとが怖いんじゃん。どう、女の子に隣座られたらどうすんの？ちゃんと断ってくれる？それはもうもちろんちょある程度距離は取るし。距離取るだけで隣には座るんじゃん。いや、だそこで断る方がおかしいじゃん。なんで？スコヤ嫌って言ってるじゃん。じゃあスコヤは男の隣座んないの？アンジュが嫌だったら座んないよ。じゃあ全処するけど。本当に？いや違うじゃん、そういうんじゃないから、本当に全然興味ないし。あ、じゃあ、何？スコヤが一番だし。そんなこと言わせてごめんな。今日だけだよ。じゃあまた帰ってきたら。分かった。あんまり遅くならないでね。じゃあ牛しよ。牛。行ってらっしゃい。行ってきます。うわー、どう、慣れてるの？すごい。いや、すごい、めんどくさい彼女ムーブめちゃくちゃ得意だと思ったけど、こんなにうまくなだめられたの初めてだわ。めちゃくちゃ早口になっちゃった。びっくりした。やば。いや、演じることはなかったけど、今までよく対応してきたから任して。うわ、プロでした。普通に、いや、もう今やば、心拍数120ぐらいあるもん。ドキドキした。本当にドキドキした。うわ。二人とも慣れてるわ。いや、本当にあのメーラ彼女の持つ皆さん、アンジュさんをぜひ参考にしてください。そうだよ。経験済み。ポイントはそんなこと言わしてごめんな、だから。やばいわ。いや、キュンとする、それ。いや、ずるいな。そんなこと言わせてごめんな、やば。なんかあれもよう、これもようって次のことを思ってたんですけど、それが全部吹っ飛んだもん、そのセリフによって。やっぱりね、相手を受け入れること大事だから。いやー、勉強になります。ありがとうございます。